卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで本日もふみかさんと福本愛奈に来ていただきました。イベントのリハーサルまであと10分あるから、はい、せっかくだからもう一本撮っとこうということで、はい、なんか聞くところによるとお二人はなんか特技があるとなんか良かったらそれ見せていただきたいなと思いまして、はい、ちょっといいですか、いいですか、はい、全然。あ、じゃあふみかさんからじゃあいいですか。じゃあ、はい、ありがとうございます、はい、私あのもともとミュージカルをやってて、へー、劇団四季のライオンキングの子役をやってたんですけど、おーすげえ、ちょっとその時のあの、まあ、雰囲気をちょっと皆さんにお伝えできればなと思いまして、はい、はい、劇団四季第一幕、はい、ラフィとその仲間たち、はい、うん、ねーしがんにゃーままぎしばばしきぶーごねまごねるもはいばばすごいすごい、え、ちょっと待って、なんかどう言っていいか分かんないぐらいで、ただの本物だ、ちょっとミスれないですね、これこれも、はい、すいません、すごい迫っちゃったんで、いやでもなんか最初は止めようかなと思ったけど、はい、聞き入っちゃうな、これやっぱり、そうですね、私も感動しました。ねえ、どうやってそんな大きい声出せるんですか。どうやってそんな大きい声出せるんですか。え、大きい声、いや私もわかんないですよ、ね、俺もちょっとやってみない、じゃあその劇団のさ、今のだ。The Benders, yeah, we are same way, yeah. もういいよ。サイズ。最高です。あ、いいです。ああ、でもいい感じだった。いや、僕喉からで、お腹から出す感じがしたんで。お腹から声出ないんだよ。そうなんですか。じゃあ、ちょっとアイニャも何かあるんですか。はい、アイニャ必殺技。必殺技。お。これ、めちゃくちゃ強いんですけど、はい、やっていいですか。え、食らっていいんですか。なんなんそれは。あの、自己紹介なんですけど、はい、まあ、必殺技でもあり、自己紹介でもあるみたいな、はい、じゃちょっと披露させてください、はい、いいですか、はい、いきます。はい、ヤマトの国から愛と幸せを込めてアイニャハドウホー発射、ゾゾゾ。なんだよその顔お前。え、今のは何なんですか。はい、あの波動法ですよ。そうだよ。え、でもハートハートがすげえ出てきたじゃん。ハートやられたの。ハート見えたの。うんうん、見えた見えた。ガンガン、ね、ガンガン見えたでしょ。え、僕そういうの全く分かんないですよ。はい。いや、なんかこんな可愛い子がそういうことやってくれたら普通なるだろ、こうやって。可愛い、可愛い子なんですか。いや、もう。やばい。すみません、あのちょっと皆さんちゃんと説明しておきますけど、はい、ファンの方勘違いしないでください。こいつ女性が興味ない、女性に興味ないだけなんで。はい、大体はい、まあ、そういう二次元のアニメ。そんな可愛いのに。なんでピースしたかと思ったら、ちゃんとピースして2秒後ぐらいに二次元が好きなの。ぴったりだった。遅いとただのピースになっちゃうから。で、僕聞いたんですけど、はい、アイニャンって好きな男性のタイプが、うん、なんか俺についてこい的な男性らしいですけど、それそうなんですか。そうですね、なんか X さんっすよね。はあ、いや、お前、いやもう引っ張ってくれよ。なんかあったらお前俺消されるから。なんかあったら消されるから俺。ぶっちゃけどうですか、X さん。やめろよ、それ以上言うなよ。いや、だってあの、僕もウィキペディアで見てきたんですけど、はい、実は結構ビビリで、バンジー飛んだその企画とかも、え、ずっと飛びなくて我慢してた。飛びなかったです、ね、バンジー飛んだ、飛びました。え、竜神大吊り橋、茨城県の100m じゃないです。あ、違う違う違う、バンジーですけど、俺らが行った時もさ、はい、この後 NMB が来るって言ってたんだよな。あ、そうだったんですか。覚えてない、言ってました。あ、違う、そうなんですか。じゃあ違うか、それは違う、はい、違います、全然違う話で、まあ、だからそのバンジーが全然ビビってこう飛べなかったから、そこら辺もちょっと似てるなって思ったんですよ。似てるなって、俺は飛んでんじゃん、はい、100m。 あ、でも結局ビーチの X さんも40分ぐらいね、飛べなかった、飛べなかった。でも 100m 飛んだ次の月に世界一の233のマカオを飛んで、えーすごい。ということで、アイニャンファンの皆さん、すいません。いやすごい。いや、でもすごい、ほんまに。そうですね。これで、はい、あの、ヒューヒューヒュー。初めて見た。ヒューヒューヒュー。ヒュー。俺、そんなマジでやるやつ初めて見たよ、大劇。そう、これって古いの。古いんですよ。小学生がやるやつだったよ。ちょっと一緒に乗れなかったですね、今。ということで、ちょっとめちゃくちゃになってしまいましたが、これからもエッグヤザー軍団と、福本愛にゃん、ふみかさんをよろしく、よろしく、バイ。
沢の無敵テレビ、エグミカイル、タキキン、キャオちゃん、ガキども、毎日18時見てね。ちょっとお前何なんだよヒューヒューって今。だってこういう時ってヒューヒューって言いませんか。ヒューヒューは実際口に出して言わないですね。漫画だよそれ、アニメ。お前アニメしか見てないからだよ。やっぱ二次元で生きてきてる。なるほどね。なるほどねってなんで、なんで黙ってるの。